降落在那个帝都广场吗？哇！机器人大战来了！帅的、欸，完全不怕哦，装甲有这么强哦？这么厉害哦？那个电力是从哪里来的？帝国贵族有这么多、这么多、这么强的军器，那个人好像是不清楚，但一定是敌人，替宰相阁下报仇，结果就被灭了。还来不及发射击，哇！瞬间跑掉了。哇，左右能力也很强哎。跑去哪里哦？什么？哦，死掉了。哦啦啦啦啦，被戳爆了。哦，被虐杀了，帝国军被虐杀了、欸。曾经最引以为傲的大炮军队，不是、啊、那个坦克军队，现在如此不堪一击哎、欸。あの兵器は。哦，分心了，分心了，分心就是致命伤。貴族連合に取り込まれたラインフォルト第五開発部が完成させた人型有人兵器。第五開發部、人形兵器。イニシエの機体をもとに大量の鋼鉄から組み上げられた現代の騎士、通称パンツァーゾルダってやつだ。そんなもの。连你都不知道、哦、铁路线兵队都不知道。動かないで。そいつはできないな。バルフレーム級は西風に任せるとして。焦点西風。俺は俺のけじめをつける必要があるんでね。你不要自殺吧。しまった。跳下去了。飞走了。他自己有自己的机甲。じゃあ、アイスメイデン殿。为什么他有这么帅的机甲？那还坐什么火车啊？人形兵器真的有这么强吗？你在骗呢？你是谁？高大的年轻人真令人失望。虽然我认同这些家伙很有一套了。但守护帝都的机甲军团，那么弱没问题吗？之后才要进入正题吧。分布在帝国全土的正规军很多、哦，将来应该会拟出对抗机甲兵团的战略。呵，的确，可能会大举反攻，应该是第三、第四、第七吧。又怎么了？他们打完就出来露露脸，所以我们公主殿下会加入哪一边呢？
看飞的决定，团长也是这么想的吗？雷鬼头的黑人，他在这边唱歌哎、欸。ご苦労様、グリアノス。这又是谁啊？他那只鸟的名字哦。あの子たちにもちゃんと素敵な音を届けられたみたいね。又是这一个，不愧是使徒第二柱，苍之深渊维塔克洛提德大人。这我见识到绝妙的美丽舞台。目の肥えた君がそう言うなら、上出来というものでしょう。他们很喜欢玩使徒梗呢。这边也要使徒，这边也要使徒。しかし、リベール、クロスベルに続いて、今回までも、君。少しばかり食い意地が張りすぎてるんじゃないかしら。实在汗颜了。为什么这个布鲁布兰没有语音呢、啊？那么之后照预定吗？そうね。クロスベルの鐘は鳴らされ、こちらの準備も完了したわ。オルフェウス最終計画が第2幕。減塩計画第二楽章を始めましょうか。第二乐章开始了，所以第一代就结束了。播完了。今見えたのは。本当のことなの？ええ、間違いありません。深淵の魔女と呼ばれる私の身内の得意技。不会是你妈吧？特定のイメージを歌声に乗せて遠くに届けることができます。深淵魔女。あのミスティさんがそうだって言うのか？まるで夢でも見ているような心地だが。だが。間違いなく現実だろう。ま、そのことについてはとりあえず置いときましょう。問題は最初が狙撃されて、帝都が占領されたことだわ。帝都被占領了。そうだった。まさか今頃父さんも。女子学院也是。あの巨大な飛行船に気候兵という兵器。用意したのは間違いなく貴族派というわけか。私の身内もあの映像に映っていた。你的亲人。ずっと行方が分からなかったのに、こんなタイミングで。这是列兵团的人。以前すれ違ったあの男たちは、そなたの身内だったか。最強の両兵団、西風の旅団、帝国解放戦線と同じように。貴族派に雇われているみたいね。そしてやっぱり C の正体は睨んだ通りだったみたいだね。克洛，所以克洛常常翘课，就是因为在解放战线里面混，所以才要常常翘课。なんか青くてすごそうなのに乗ってっちゃったけど。クロ、どうして？どうして？点点点，有什么事哦？校内に残った皆さん。どうか落ち着いてください。今しがたラジオ放送中に不思議な映像が映りましたが、出現了不可思議的影像。そのことについて学院長からの連絡があります。学院生諸君、学院長のバンダイクだ。这一章应该是语音最多的吧？好多都在语音呢。先ほど我々が見た映像はおそらく本物の可能性が高い。だが。確かな情報はまだ何も分かっていない状況じゃ。
現在確認を急いでおるので、どうかしばらく待機してほしい。あの映像、他のクラスのみんなも見ていたのね。お、全校都看见了。经由广播，只让我们军官学校的人看见那个影像。这种事情有可能做到吗？はい。私の姉さんなら造作もないと思います。哎，是姐姐，不是妈。我把她想太老了。はい。こちらバレスタイン。ナイトハルト教官。これから緊急会議ですか？又要开会了。なんですって？当然、私も手伝います。ええ。それでは、正門前で。怎么了、怎么了、怎么了、不当教官了。少し出かけてくるわ。君たちは、絶対に学院から出るんじゃないわよ。又有大事要发生了。何だったんだ？どうやら尋常ではない出来事があったようだが。就这样跑出去了。もう十分すぎるほど尋常じゃないと思うんだけど。お、怎么了、怎么了？发生什么事了？从来没打开的窗户竟然打开了。盖乌斯怎么了？西の方から何かが近づいてきている。从西方接近。走行者数台。数量中。この駆動音は。あの人型兵器も来てるね。哇，宁静的学院，画像据点呢？まさか。デートに続いてトリスタまで。というよりこの学院を抑えるつもり？可能性は高いかも。我们要被攻占了。貴族派、革新派の指定とか学院長みたいな重鎮もいるし。保護するか人質にするか。ま。どっちもありそうかな。ふざけるな。狙いはどうあれ、あのような暴挙を認められるものか。それは頑張った。もしかして教官たち、それを食い止めるために？对手是甚至凌驾于主力战车的新型兵器耶。就算教官他们再怎么厉害，也有极限吧。虽然不知道我们的力量能派上多少用场，各位，要不要至少去助他们一臂之力呢？リン、言うまでもない。要去打了。どこまで力になれるかちょっとわからないけど。こうなった以上は、とにかく全力を出すだけだ。私も全力を尽くさせていただきます。全部都要上场了。哼，立場がどうあれ。無礼者に遠慮するつもりはない。めんどくさいけど、まあ仕方ないか。母ちゃんの力どこまで通用するかな。時間がない、正門へ向かうとしよう。要去打架了。好。没时间了、赶快去打架。你们也要去打架。亚里莎、怎么这么慌张？菲利斯、你在这啊？你还在？你们发生什么事情了？我从窗户画面看到教官他们正往正门去了，已经出击了。派翠克，你待在学院里，和其他班级的同学一起保护学院。我们要出去办正事了，你们就在后面当后勤吧。你们到底在做什么？大家跑了。到底什么了？帝都好像要开始战争了。各位居民请放心，先到这里的礼堂来，我们为这边准备休息的地方。全部人都避难了，避难了。这种没录用的门有用吗？君たちどうして？まさか教官たちの助太刀に行くつもりかい？没错，就是这样。迫り来る狼藉者を迎え撃たぬはアルゼイド家の名折れですゆえ。
無理をしない程度に全力で助太刀するつもりです。むちゃくちゃだよ。あの映像は見たが、とんでもない兵器みたいだ。生身の人間で勝てる可能性は限りなく低い。それでもやるつもりかい？为了保护接下来也要互相学习激励的场所，为了保护这所军官学院。まいったな。君たちが来たら止めろって教官たちに言われてたのに。他知道我们会来。分かったよ。生徒会長として許可します。でも凛くんたちはまだ軍人じゃないんだから。命が危ないと思ったら絶対に無理はしないこと。逃げるか相手に投降するか、とにかく死んじゃダメなんだから。絶対不能死啊。ちゃんと約束できますか？是的会長、是的。約束します。とにかく出る前に最後の準備だけはしてくれ。工具は持ってきている。アークスの整備も任せてくれ。アークス準備工作就交给你。还可以选人呢。好，选，我选，我选，这个已经不能选了，有没有？不能选，你放在这干什么了？我选，好了，就这样，是的。要最后战斗了，还是存下。以免又要再听一大堆的那个，一大堆的不知道什么东西，不知道什么东西，保存呢？好了，正在保存资料，保存完毕哦。走了，可以出去了，让我出去了。特洛同学。恐怖分子西，没想到那家伙居然会狙击铁血宰相，正打算攻击这所学院。会长乔治同学，现在回想起来，克洛同学总是会待在那件事情现场吧。仲夏姐的也是，我在鲁雷的时候感觉到了奇怪的不协调感，但是我居然不会感到怀疑，这也是没办法的。就连看到这个影像的现在，我都难以相信。去年实战实心时第一次遇到克洛，一开始觉得他可蔼可亲，但觉得哪里很空虚。但是安马上就和他说了这件事，嘿嘿，一开始的时候也有冲突啊。经过实习，我们的感情越来越好。为什么会变成这样呢？会长，总而言之，我们不能顺了敌人的意，我一定会保护这座学院的。还有，我也会问出特洛真正的目的。李恩，是啊，李恩同学就务必加油了。连着小安和学院各位，还有克洛同学的我，还有身为克洛同学朋友的我们一起，是，好，非做不可。走了，念了这么多，要不要让我们出去啊？好。让我出去哦！这前面大概有前所未有的试验在等着我们，准备好了吗？好了啦，走了啦。讲这么多，哎，等一下，按错了。好了，出击啊！开门了，我们要冲出去了。女神の加護。それと、あの新兵器は構造上関節部分が狙い目だろう。关节是弱点。うまく狙っていくといい。なるほど。好。了解です。来了。さっきも言ったように、無茶は絶対にダメだけど。絶対不能乱来啊。でも、大切なものを守りたいって気持ちは、痛いほどわかるから。だから、どうか頑張って。頑張って。士官学院生として、何よりも、君たち自身として。怎么了？宕机哦，不会动了。宕机吗？发生什么事情了？
发生什么事情了？宕机了、欸，太激烈了，所以宕机了。太激烈，所以宕机啊！什么鬼啦？宕机了。等我一下，我等一下回来。太好笑了。